皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋拓子です。本日のテーマは、営業が得意な私が売っても売れない商品ってどんなものということについてお伝えしていきたいと思います。今日のテーマはですね、今日無料面談をねさせていただいたんですよ。でその方は教室業を9年近くやってる方で、集客が全然できない、予約が入らないっていうことで、ウェブサイトの方をね拝見させていただいたりとか、まあ、いろいろお話を伺ったりとかして、まあ、売れない要因が、まあ、当然見ればわかるわけなんですけれども、でまあその話をした時にですね、私が先ほどタイトルに言った、いやこの商品というか、まあ、この講座、この教室のレッスンは仮に私がその教室をお預かりしてもこの状態では売れませんっていうふうに言ったんですよ。要は営業が得意な私が売っても売れない商品ですっていうことをお伝えしたんですよ。そしたら、まあ、その方は当然私の経歴も知っていて、まあ、コンサルタントで、でもその前は営業バリバリの営業マンでということも知っていて、そして意外そうに言われたんですよ。私に、先生に売れない商品ってあるんですかって言われて、まあ確かに自分が扱ってる自分のサービスとかは ほぼ売れてってます。売れるのにも理由はあるんですよ。ほぼ売れてます。だから全部うまくいってるように見えるんですよ。その私が売ればどんな商品でも売れると錯覚されても仕方がないんですが、売れないものは売れないんです。はい、ということで、まあ、その方にねご説明したんですよ。なぜこの講座が売れないと思うのかっていうことですね。でそれをですね、皆さんにもちょっとシェアしようかなと思いまして、こちらの動画を撮ってるという形になります。はい、ということで、じゃ早速本題に行きたいと思うんですけれども、背景を先にお伝えするとですね、自慢とかではないんですが、私は営業職、バリッバリの営業出身なんですよ。しかも会社員の時に22年営業をやってるんですね。それがカウンター接客セールスなのか、まあ、個人の家を訪問するリフォームとかの反響営業というシリーズなのか、ブライダルの時に、法人営業としてそのホテルのトップ GM と呼ばれる人、ジェネラルマネージャー、総支配人の人と話して数億の取引をする窓口になる営業だったのか、まあ、いろいろもう小さいものから大きいものまで、個人から法人まで、あらゆる種類の営業をやってきて、結果と数字を出しています。最優秀営業賞をもらったこともあります。で別にそこを言いたいわけじゃなくて、要は営業が割と得意ということです。で皆さん営業っていうと、いやなんか押し売りみたいで、なんか人が嫌がってるのに無理やり売りつけるんでしょうっていうふうに勘違いしてる人いるんですけれども、でそれは発想が貧困というもので、営業職って頭良くないとできないですよ。言い方語弊があるな。頭良くないとっていうと、相手の状態とかを分かって、一番いいところで落としどころでイエスと言ってもらえるように話を持っていき、組み立てる話術とコミュニケーション能力と言えばいいんでしょうか。これを今私頭といいという言葉で単純にちょっと言ってみたんですけど、要は心理戦の駆け引きがまず必要になることと、当然提案能力、相手が欲しいと思っているものを提案する提案能力が必要ということは、つまり傾聴力、相手が欲しいものを何なのかをそもそも聞き出す能力、これを総動員してプレゼンテーションできて、かつ自分が望んだ通りの答えに相手をイエスと言わせる、まあ、周りを囲ってねそういう答えを出させるんですけれども、そういう話術、流れ、いろんなもうひっくるめて全部総動員するんですよ、自分の持ってる能力を。それでさりげなくさらっと相手は契約をしてくださるっていう状態を作っちゃう。しかも嫌味なく喜んで契約
いいじゃないですか。私も嬉しい。相手の方も喜んで契約をしている。これいやいやしぶしぶハンコもらうようなあの野暮な営業は私しないので、喜んでもらってハンコを堂々といただき、お金も堂々といただくと、そういうスタンスでやってたんですよ。だから営業は得意です。だけれどもその営業時代にも当然私が売れないと思う商品はあるわけです。で、営業時代に私が売れない商品っていうのはどんな商品だったかっていうと、私が思い入れを入れることができない商品なんですよ。要はすごくその商品に愛があって、でかつ相手にとって、要はその相手にするお客様にとって、この商品は絶対に便利だと確信できるものなら売れます。だけれどもそもそも私がその商品に興味がなかったり、その相手のこととかの話が聞けなさそうだなというようなものは売れない。だから本当のプロフェッショナルじゃないと思いますね。そういう意味で言うと本当のプロフェッショナルは好きじゃないものでも多分売れるはずです。感情割り切って売るから。商品とかサービスは自分が好きなものじゃないと売れないので、まあそれがだから単価が小さかろうが大きかろうが売るんですけれども、好きなものってこれ大前提なんですよ。だからいろいろな意味でいろんなものは売ることができる。だからスキルもノウハウもあるということです。で、そんな私が、まあ、今回お話しした教室の先生の講座を売ることができないというか、私が売っても売れない講座だというふうに言ったのは理由があります、うん。まあ、その感情的には私が売ればどれでも売れると思ったみたいだから意外そうに言って、だから何が衝撃かって、そういう売れないと私が断言できるような商品サービス講座をずっと何年も売り続けていて、かつ集客ができないというふうに本人が思っていたという、ここが衝撃な事実なんですけどね。じゃあそれは一体何なのかって言ったら、答え聞いたらね、はとか知ってるよそんなことって言われる程度のごくごくシンプルで単純な話です。はい、いきますよ答え答えはですね、自分が対象とする誰か一人の人間像でいいですよ。その人がその自分がこれから作る提案しようとしている商品をめちゃめちゃ欲しいと、もうお金いくら払っても欲しいというぐらいの商品サービスに出来上がってるかどうかということだけです。はい、ということはつまりどういうことになるかっていうと、他の人が扱ってもできちゃうような商品は他の人のところに買いに行く可能性もあって、その他の人が山ほどいたら自分ってまず選ばれないという可能性が高くなる。だから確率論の問題で、まず他の人が扱ってないっていう商品になるんですよ。で、次に今度はそんな話をするとめちゃめちゃニッチでマニアすぎる商品を考えちゃう人いるんですけど、これも間違いで、他の人が扱ってない商品だから売れるだろうっていう商品作りしちゃうんですけど、誰も買う人がいない欲しがらない商品をニッチですよね、すごいですよねって得意げに作っても、これもまた売れないんですよ。要は欲しいと思う相手の調査ができていて、その人がいくらお金を出してもっていうのは大げさだとしても、それぐらいの情熱を持ってあなたが作った商品サービスを欲しいっていう、ここが相思相愛にならない限り売れないですよ。ということは何を最初にしなくてはいけないかっていうと、教室の先生は欲しがってくれる人を探すのが先ということになります。え、当たり前じゃんって思った人いるかもしれないですけど、この当たり前ができてない先生がまあまあ多いし、そしてできてない先生が集客ができてないっていうふうにお話をする方が多いです。欲しがる人を見つけるのが先だと言いました。ということは欲しがる人って誰なんだろうっていうのが調査をするのが先です。で、この欲しがる人が欲しがるであろう商品を作るのが後です。この順番結構大事です。もう一回言います。欲しがる人がいる、その人が欲しがる商品を作る、こっち先
だけど大概売れないとか集客できないって言ってる先生は自分が講座を先に作っちゃいます。これ売れると思って作ってるんですけど、で誰に売るのすらはっきりしてない、ぼんやり、なんか商品いいでしょういいでしょうって一生懸命言ってる。だからその方の場合全然売れないのは集客ができてないからじゃなくて、そもそも売れない商品作っちゃってるから誰にも見向きされないから結果として集客ができなくなってるということで、アメブロとかのブログの使い方でもインスタを頑張ってないからでもそういうレベルの問題じゃなくて、そういうレベルで悩む段階はいい商品作ってるのに予約が入ってこない時の悩みなんですよ。そこのレベルじゃない、もっと手前のそもそも欲しがられない商品を作っているのに集客ができていないと勘違いをするということは、集客のことをいくら学んでも永遠に集客できないんですよ。だって欲しがられないものを作っちゃってるから。だとすると何を一番最初に直さなきゃいけないかって、欲しがられるサービス商品に変えること、これが一番最初にやらなくてはいけないことになります。なので私が見ても世の中の人が欲しがらないって私が見てわかる。それは私のもちろん勘ですよ。調査はちゃんとするんだけど勘ですよ。欲しがられないって思う。なぜじゃあその勘が働くのかって言ったら、7年間のコンサルの経験、パン教室から合わせて業界を見てる経験15年間で、さらに教えてきた生徒さん5000人以上っていうレベルで判断して売れないって言ってるんです。ってことはほぼほぼ 99.9% 売れないんですよ。ということはその方は今回私とその面談をする機会があって、なぜ売れないのか、まあ講座を申し込む前提、コンサルを申し込む前提だから全部細かくお話を伺ってるんですけれども、売れない理由はなぜなのか、集客を頑張ってないからではありません、売れない商品を扱ってるからですっていう、このシンプルでかつ致命的で残念な答えを言うことになりました。でもね、その人のいいところはなぜ売れなかったのかが本当によく分かったみたいで、自分で自分に失笑してましたからね。それなのに私一生懸命頑張ってたんですねって言って、そうそうって言って、私高橋先生が、高子先生が売っても売れない商品私が売れるわけないですよねって言って、そうそうって言って、だからそこに気づかずに集客ができないと思ってさらに集客頑張る人いるんだけど、そこじゃない、そもそもの商品設計ちゃんとしようよっていう、そっち先だからみたいな話を今日はしてたんですよ。で彼女に言ったのが、非常にこう分かりやすい事例をね伝えたんですけど、私、お客様をお魚に例えるのはすごく嫌いなんですけども、世の中でその例えを言う方っていうのがまあまあ多いんですよ。だから、イメージがつきやすいのでお伝えするんですけれども、じゃあそのね教師の先生が、釣り堀とか、まあ、いわゆる魚がいるであろう場所、釣り堀が分かりやすいんで、じゃあ釣り堀としましょうか。でそこの前にいてずっと釣り竿に餌を変えたりとか餌つけてずっとこう待つんですよ、魚が食いつくのを待つ。ところが本人全然気づいてないんですけど、私がそこの釣り堀を見た時に魚が一匹もいないんですよ。ということは魚が一匹もいないのにいると勘違いをしてずっと竿を垂らして餌もつけてやって、なんで来ないんだろう、なんで来ないんだろうってずっとやってる。まあそれが数年続いちゃったってことなんですけど、でその人が次にやろうとするのが、魚がいるかいないかを確認するのではなく、この餌が悪いに違いない、まあだから口座が悪いに違いないって口座とかね変えたりするんですけど、そもそもそこには魚がいないんですよ。だから餌を変えても魚は釣れないのです。はい、で勘違いして餌買える、10種類とか用意した、どれも釣れない、安い餌、いや高い餌釣れない。で今度はさらにもっとそこを突き詰めていくと、今度竿のせいかもしれない、こんな木の安い竿だからダメなんだ、こんなリールとかぐるぐるにあってこうかっこいい、なんかこのキュッキュした竿にしたら売れるじゃないや魚が釣れるに違いない、垂らすでしょ、
いないからそもそも釣れないんですよ。だからそこに気づかないといけないんですよ、いないんだって。でしかもそういう方に限ってそこの中にいるかどうかの確認しようとしないで、なぜかその場所から動かないんですよ。でじゃあ逆はどうかっていうと、私はまずそこに魚がいるかどうかを調査します。釣り堀がいくつもあってね、いそうかどうかってチェックしますよね。でそこにいて頑張って釣るんじゃなくって、いそうでいっぱい、特にいそうで確率がめっちゃ高そうなところをまず探す。あ、ここいっぱいいるよね。でそこに行って竿を垂らして、餌つけて垂らします。しかもできればめちゃめちゃお腹が空いてて植えまくってる魚が山ほどいるところ、ピラニア化してるところぐらいに行きたい、私は探すんですけど、そうするとどういうことになるかっていうと、ちょっとこう竿を垂らそうとした瞬間にもう飛び上がってビョーンってキカッってやって、でそのしかもその一匹がガフってきたら他のもう何匹もガバガバガバってくる感じだから、一本じゃ足りない、だから連投式の竿をなんかダダンと用意してボンってやってババババババっていう感じになるっていう雰囲気なんで、場所を見つけるのが先、魚がいっぱいいそうなところで、その後ですよ。だから魚がいっぱいいそうな場所だったら餌がね、安かろうがっていう言い方変なんだけど、お腹が減りすぎてたら餌が多少粗末な餌でもすごい高級ないい餌に見えちゃうんですよ。騙してるわけじゃないですよ、実際にそういう心理、魚の心理になっちゃってるってことです。人間だってそうじゃないですか、飢え死にしそうなところでちょっとしょうもないなんか命生きながらえるご飯食べさせてもらったら涙流して喜ぶとか、それに近い感じです。でだから竿がいいとか悪いとかじゃなくて、とにかく飢えてるからお腹満たしたいっていう状態、そこを探せるのが一番よくて、でその後さらに工夫した竿とか連投式の竿とか餌もじゃんじゃかつけられるとか、そこを工夫してじゃんじゃか釣ればいい。で釣りまくるとそこの生けすからは魚がいなくなります。でここでもまた必要な判断がいるんだけど、釣りまくったらいなくなるんですよ。で場所を動けるかどうかなんです。あ、ここはもういないんだなって言って動けるかどうか、かそこを育てるっていうことで稚魚をどっかからしか持ってきてそこに放り投げて餌をあげながら大きくなるのを待つみたいな気長な戦略だと。だから濃厚式なイメージで言うと、今すぐ釣れる釣り堀探しとくのと、養殖ですよ、稚魚を大きくする釣り堀とか、それを常に両方とも結構いい感じの数持ってると集客とか制約も途切れることなくずっと回り続けるんですよ。だからいけす、いろんな種類のいけす持ってる必要があるっていうことです。稚魚育てるエリア、もうちょっと育ってきてもうすぐあの大きい魚になるエリア、ここの魚はもう 今すぐ欲しいかもしれない、餌欲しいかもしれないエリア、もう飢えてて死にそうみたいなエリアとかね、そういうの持ってるといい感じなんで、ポイントはそこのイケスにはその人たちしかいないんですよ。だから自分が動いていい環境にするようにやっていく。だから動かないっていうこと自体がそもそもダメだし、調べてないっていうのもダメだし、育てるっていう感覚もないのもダメだし、だからそこをやった上でうまく回してるから常に満席とか常に収穫でき続ける状況を作ることができるんです。だからあの売れない商品ってどういう状態なのかっていうと、そこに全く魚がいないのに私に魚を釣ってくださいって言って竿と餌渡されても釣れないです。だから売れない。だからニーズがないというか、欲しいと思う人がいないところで勝負しろと言われても無理ですっていうのが答えです。だから調査がすごく必要なんです。で自分が調査しきれなかったら、調査ができる人の目をお金を払ったって借りる必要がある場合があるんですよ。そうしないと数年イケスの前にいて魚がいないのに気づかずに、なんでだろうなんでだろうって言って餌変えたり竿変えたりが続くっていうことです。これはね割と恐ろしいことで、自分は気づいてないんです。だから今日の方も、私があのこの講座は売れませんねって言って、本人はすごくイケてる講座だと思ってたんですよ。
売れないですね。でも実際売れてないわけですから。だから売れないものは売れないんです。なので、そういう時にはそういう情報が自分がつかめるんだったら、もちろんそれに越したことはないんですけど、つかめないんだったら、つかめる有識者、目がある人に、果たしてこれは、ここに魚いますかっていうのを聞いちゃう方が早いってことです。いないって言われたんだったら違うとこ行かないといけないんで、その見切りをつけるっていうのも結構事業をやっていく上では必要で、粘り強く頑張るのはその見込みがあることだけです。逆に粘り強く頑張んなくていいのは、見込みがないと思ったらさっさとそこから撤退する方がいいっていう、そういう感覚がバランスとして必要ですよというお話でございます。はい、ではまとめていきたいと思います。営業が得意な私が売っても売れない商品ってどんなもの？それは欲しがられない商品は私が売っても売れません。イコール生けすに魚がいない場合に、その生けすの中から魚を釣ってくださいと私に言われても釣れませんということと一緒ということになります。以上、ご参考にしてみてください。それでは。